リクガメのまさこレイディオ。はい、はい、どうもまさこらせっせっせせっせで、はい、ドエです。ショーンです。ということで、はい、今日も2人でやっていきましょう。あのね、ああ最近、ああ、まあもうこのラジオではさ、うん、ほんとマクドの話か整骨院の話がよく出てくるじゃないですか、うん、あなたを中心にね。あ、そうなんですけど、で最近ね、その、うん、週に2回整骨院に通ってるんですよ、うんうん、今、うんうん、まあ、その時に思ったんが、うん、自分で体の作り、うん、筋肉だったり、うんうん、腱だったりに伴う骨だったりを、うん、なんか勉強したら自分も整骨院になれるんじゃないかっていう。まあまあ勉強すればね、やっぱりいけるんじゃない。大変なんかな。まあまあ資格はあるから、資格は取らなあかんけど、まあ、でも自分専用やったらな。あ、自分だけでね。無資格でも自分は。でもその試験の範囲の勉強ぐらいはしないとできないんじゃないですか。それでな、今日いろいろ調べたんですよ、うん、ほんでそれについてのアプリとかもやっぱりいっぱいあるのよ、うんうん、英語を覚えるアプリみたいな感じで筋肉検とかの、まあ、勉強する人いるからね。すごいのよ1個3000円のアプリがあったの、はいはいはい、それが 3D で体の中を、はいはいはい、すっごい面白そうやってんけど、うんうん、その延長でネットで調べたら、うん、まずこういう勉強したい人は、まあ、英単語をまず覚えるような感じで206個の部位をまず覚えることが、うん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 、からそこからがスタートですって書いてて、うんうんうん、あの嫌になりましたね。でもそれは順番に覚えていけばいけるもんなんかな。その頭部の中の、うんうん、その細かく分かれてるわけや、その中で細かい部位が、うんうん、いっぱいあんねん。1個ずつまず 3D でそれ見たらいっぱいあんねん。、うん、体ってあるでしょうね。もうすごいのよ、筋肉の種類だけでも何十個もあるし、あるんやろな。で大体がその骨の、うん、に類似した名前がついてるだとか、だから骨、筋肉からの腱とかになる。確かにそうね。で今うちなんかその何それをなんかでも知りたいなと思ったのも、うん、まあ、手の指がもし違和感を感じるとしても、うんうんうん、それが肘だったり、うん、それは肩、首、うんうん、あ、ここ押したらこの指めっちゃ反応するわとかあるじゃない、うんうん、繋がってるからね、うん、で、まあ、それが整骨院ってやってもらってるうち覚えてくるやん、ここ押してくるって、うんうんうん、じゃ家でもやってみよう、うん、で昔に、うん、首がすっごい痛い時、うん、これ以上痛いヘルニアになっちゃいますよという時に、うんうん、ある先生が足の指の爪をグー押しようね、うん、悶絶、うん、今度は首スッて治って、うん、すごいやろ、うん、繋がってるといえ、うんうん、それはツボです。ツボ、ツボなの。ツボ、ツボ、それは筋肉とか腱とか骨とかの話じゃなくて、また別の話。ツボは何なんですか。ツボはツボ。ツボはそういうんじゃない。ツボはツボ、ここは繋がってるからここやったらよいしょっていう話ではない。あ、繋がってるけど、繋がってるよ、うん、でもそんな分かりやすくつながってるわけじゃなくて。ツボは何なの。ツボはツボです。え、じゃあツボ師になろうかな。ああ、鍼灸師みたいなやつね。あ、それが鍼灸師になるの、うん、まあ、針師もツボを。もう未知やな。いや、なんかさ、そういうの知ってたらさ、うん、なんかいつでもいつまで経っても体痛くならなさそうやなと思って。ああ、なるほどね。正直、うん、ツボは難しい。ツボって何。ツボはツボやん。何ツボって。ツボ知ってる。それはだから東洋医学のやつやん。気候みたいな感じ。そうそう。の古いなツボって。気の中心がこの丹田にあって。あの気って何なん。気も私詐欺なんじゃなくてほんまにあること。東洋医学の中では、うん、その気っていうのは非常に重要。あれやもんな。うん、あのさ、リーゼントのさ、これなんていう子や、ミヤゾン。あ、もうさ、これ前にイッテQでやってたのよ。呼吸を整えたら、うんうん、大体のことはできるって言ってて、なんかすっごかったのよ。全然何時間かけてなんかミッションをクリアしていくっていうコーナーで、うん、
全然できへんかったことを呼吸がすっごい整ったらパンってできるようになる。それってキーなのかな。呼吸法、まあキーやろ、あれ東洋医学多分。ちょっと賢くなってや、ちょっとショーンやって、ショーンやって。漢方とかも東洋医学の分類やけど。あ、そうなんや。難しいっすよ東洋医学は、マジで。本当にあのテキストとか読んでもマジで書いてる意味が分からへんもん、まあ、用語が中国語っていうのもあるけど、マジでちょっと意味が分からへん。なんそれ、超越した何かの部分で話してはるってことなんか、まあ、でもそうやねんけど、うん、でもそれが理論があるん。それはそれで、そう、それはそれで理論があるね。へ、それが実際引き継がれてきて実際の効果もあるわけやから、はいはいはい、だからすごい不思議だ、科学的には解明できない部分もいっぱいあんねんけど、でも実際それで効果が出てるから認められてるっていうのが東洋医学。ちょっと勉強しや、うち勉強するやん、ショーンが教えてやそれ解決や、うん、でもすごい。だからあのこれを思ったのもな、この間そう整骨院行った時に、うん、担当先生お休みやって、うん、でやってもらったのが多分1年目とかなのかなっていう先生やって、うん、一生懸命やってくれはんねん、 どういう風にしたら、うん、けどやっぱりいつもの担当の先生すごいからさ、うん、それを比較した時に、うん、もうちょっと こっちやねんこっちやねんって言いたいけど言われやん、その先生やからさ、うん、その時に勉強できるのかなってちょっと安易に思っちゃって、なんかな、すっごい失礼な話やけど、うん、やってくれた人には、この人もあんだけ勉強してるなと思ったら、そらめちゃめちゃ、ね、まあ、資格取ってるやろうからな、 そんなところで働いてないから、ね、国家資格ですよ、やばいな、国家レベルな柔道整復師とかじゃないですかね、整骨院の人は多分詳しいですね、もうそれはね、やっぱり勉強って大変やな、うん、大変やと思う。全然まあその柔道整復師とかのテキスト見たことないけどね、中は。うちも見たことない針師とかはやっぱそのツボの話とか結構出てくるね、はいはい、見たことある、まあパラパラと、なんかな、簡単なところでもいいから、なんかな、自分の体のこと何も知らないんだなって、まあ確かにすごい思った、うんうんね、それはそう、体やってくれてるわ、東洋医学じゃなくて本当だから大医者さんとかさ、うんうん、医師免許とか看護師とかって、うん、もうそういう解剖学を勉強するわけやん、ね、すごいよね、本当にすごい、解剖学解剖学、うん、解剖学、体のこと、あ、解明していくってこと、解剖ね、解剖ってわかる、カエルの解剖ってこと、あ、そう、あ、解剖学っていうの、解剖、そう、体を、のこと、すごいよな、改めてリスペクトですね、そうです、本当にそう、医療関係はすごいです、マジで。いや、なんか、はい、浅い私の夢から深い話になってよかったはい、ということで、はい、明日はいよいよ池袋アダムで行われますブクロックフェスティバル2日目でございます。ボイラーリクガメはアダムステージ4時半からとなっております。はい、今日ね、12時半から突発ザ・ナゲッツが出てね、あ、ナゲッツじゃん、そう、リーゼント、結構ね、それこそリーゼント、繋がった結構明日はほんまボイラーも仲がいい人たちばっかりなので、例えば、それこそ広道のテラリウムもね3番目にして、そっか、おつ広道、しかもチョメダンもね、うちらまだ出させてもらう、チョメダン、そうですね、めちゃめちゃつながりある人ばっかりですね、天体なんてマジなんか久々です、さ、マイベスタユタイズ、マイベス、そうなの、唯一知らへんのがボイラーの一つ前の、はい、ザ・スイスフォルモアコースティックバケーション、おこれはちょっと見たいなと思って楽しみなんですよね、うんうんうん、いや、ほんとカンセレとかも出るし、やば、楽しみ、楽しみ、ペンタステージもね、突発、うん、まあ、リトルキングタクヤから始まり、立野陽子さんだったりとかブワー来て、またね、そうやね、また21、あの、ツーマンします、合成の豆さんも出ますし、はいはい、結構やから、この日、ほんとどこ行ってもなんかゆかりがある人たちだなって、そうですね、楽しみです。うん、25分ステージ、バチバチに熱く上げていきたいと思いますので、はい、もう今日から楽しんでる人も。ね、めっちゃみんな、うん、いいじゃないですか。
明日あって、はい、明後日もありますからね。そうですね、明後日はギヨンソロでペンタステージ出ますので、めっちゃ皆さんそちらもよろしくお願いします、うん、なんか俺音源用意させられたんやけど、ほんまなんかまた変なことやるみたいですね。もう予想を飛び越えてくるからね、彼女は。ということで皆さん、はい、ブックロックフェスティバル2021楽しんでいきましょう。はい、はっ、ははは、なはは、ほなほほ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 な、みなさん、わさこらさっさっさー。